友人か。口説く必要がないって意味じゃそうかな。口説くって、あの…麗しい乙女に愛をささやくのは、男として生まれた以上、権利であり義務さ。俺は義務はきっちりこなす主義でね。それは、不特定多数の女性に無差別に情を解くということですか？そうなるかな。不潔です。そんなことが許されると思っているのですか？じゃあ俺が他の誰のこともこれから見ない、君一人のことを見つめ続ける、そう言ったらどうする？価値もないこと。誓いのキスは必要かい？それは、そんな。冗談だよ冗談。からかってごめんよ。あなたって人は何を考えているんですか？ほら、肩に力が入りすぎだ。そんなんじゃ本来の君の力は出せないだろう。もっとリラックスしなきゃ。リラックス。もしかして今のはそのことを分からせるために？やり方がスマートじゃなかったのは本当に謝るよ。手っ取り早いは手っ取り早いと思ってね。パフェも来たみたいだし、まずは食べようか。気持ちを落ち着けるのに甘いものは最適だって話らしいから。わかりました。そうしましょう。近衛さんが頼んだのはあんみつなんですか？ああ、和菓子糖でね、俺は。やっぱり同じ世界の方はどこか似てらっしゃるんですね。どういうことだい？新木さんもそうやって私を勇気づけてくれました。あいつと似てるってのはなんだけど、元気が出たなら嬉しいな。なんだか調子が悪そうに見えたからね。調子が悪そうですか？気のせいかとも思ったんだけど、やっぱり気になったとさ。おっと、これは口説いてるんじゃないよ。はい、わかりました。それにしても調子が悪そうですか。自分では取り立ててそのような気はしないのですけれど。そうか、それならまあいいんだ。しかし彼女と一体どんな話をしたんだい？いろんなことを話したのですけれど、一番は、だからどうしたです。そりゃあいつらしい。その言葉のおかげで、私は自分から逃げずに済みました。近衛さん、近衛さんはやっぱり、その、
経験豊富なんでしょうか。いや、その、まあね。相談事かい？はい。よければお話を伺いたくて。やはり殿方は皆年下の女性の方が好みなんでしょうか。いや、それ極論だと思うよ。そういう人もいるだろうけどね。何？光太郎のことかい？どうして分かったんですか？屋敷で最初に俺たちと彼が会った時、君がそんなことを言ってたじゃないか。ああ、そういえばそうでした。はい、光太郎さんのことです。メイさんがいらっしゃってから光太郎さんは彼女に構いっきりで、いつも心ここにあらずという感じですし、幼馴染の妹さんも最近お加減が悪いらしく、毎日のように通い詰めていて。君に構ってくれないと。私に構う構わないの問題では。いや、そういう問題さ。要は彼が君に構う余裕がないってことだ。余裕がないとどうなるか、さっき君に証明してみせたろ。確かにその通りです。君も分かってる通り、俺たちは彼を守るためにこの世界に来た。その彼が万全じゃないってのは俺たちにとっても問題だ。で、俺の経験上、物事のほころびは些細なことから出る。こういうケースみたいにね。そうなのでしょうか。でも、なんだか自分を押し付けているようで怖いんです。だからどうした？え？そう教わったんだろう、あいつに。だいたい人生は一度きりなんだ。失敗を恐れてる暇はほとんどないものさ。決断の時はいつも突然来る。だから人はそれに備えて悔いのないように自分の生き方を決めておかなきゃいけない。自分にとって何が大切で、何を命がけで守るのか、その最後の最後のラインを自覚しておくんだ。そろそろ出ようか。時間も結構過ぎたし。あ、そうですね。では。あれ？何をする気ですか、あなたは！あっ、ちょ、さすが。くふふふ。ほら、肩の力を抜けば君の実力がちゃんと出せるだろう。あ、そういうことだったんですね、今のは。邪念がなかったとは言わないけどね。まあ、細かいことは悩まないで、今みたいに心を素直に肩の力を抜けなよ。後の勝負は体当たりだよ。その方が勝機も見えるってもんさ。活路はいつも前にあるんだから。ありがとう、近衛さん。少し吹っ切れました、私。じゃ、行こう。そろそろみんな待ってる頃だ。すっかり遅くなっちまったな。付き合わせてすまねえ、メイちゃん。もともとお兄ちゃんのお手伝いに来たんだから大丈夫なの。サンキュー。でもお詫びはさせてくれ。今日は無理だったけど、埋め合わせに今度クレープでもおごるよ。
私より先に謝らなきゃいけない人のこと忘れちゃめえですよ。分かってるよ、ちゃんと覚えてるから。これは光太郎様、メイ様もようこそお帰りなさいまし。ただいまです。様はよしてくれよ。それにいつも言ってるけど、俺はここに住んでないぞ。トレーニングの時などは住んでいるも同然ではありませんか。お世話する身としてはそう言いたいのです。ああ、まあそういうことならいいんだけどな。お食事はお済みですか？いや、まだだ。けど、メイちゃんを送ってきただけだからな。構わなくていいぜ。ただいま戻りました。これはさよ様に、この絵様、お帰りなさいませ。お帰りなさいです。ああ、ただいまメイ。ミュンヒハウゼンさん、今晩も厄介になるよ。どうぞどうぞ。ではお食事の支度をしてまいりましょう。さよたん、さよたん、はい、なんでしょう。最近さ、周りのことあまり気遣ってやれてないんじゃないかって。その特にさよたんにはすまね。きっついのはさよたんもそうなのにな。私こそその少し考えすぎてたみたいで。案ずるより産むが易しかな。よかったね、二人とも。ああ、まったくだ。手を開けてさ、メイちゃんがすごいんだよ、お手玉。昔はこうもやってたのにね、10個くらいのお手玉。ん？そうか？覚えてねえな。おじいちゃんに言われてやったけれど、一番うまかったのはこうだったじゃない。私悔しかったんだから。え？なんでだ。その後でこうがやたらと自慢したからよ。こんなもん楽勝だぞ、月子はできねえのかってね。私悔しくてどれだけ練習したか。なのにこうったら、私が上手くなったら今度はヒーローごっこに夢中でさ。はあ、私ったら、
あの頃からコウにもてあそばれてたのかしら。それ、もしかして歌舞伎か？隣のベッドのおばさんが歌舞伎役者のファンなんだって。こないだ付き合って一緒に見たの。あら、コウくん、月子ちゃん泣かせちゃダメじゃない。コウ太郎ちゃんは昔から月子ちゃんと仲良しだったんだね。早く結婚してあげないと。あらあら、せかせすぎはダメダメ。ちゃんとしたお式をあげるためにコウくんはお金儲けしてる最中なんだから。だってもう、月子は俺の妹だっていうに。もうこうったら、私はおねえさんでしょ。年下の姉がどこにいるんだよ。そんなこと言ってるとこれやんないぞ。バナナじゃないの。嬉しいな。こうは私の好きなものちゃんと覚えててくれたんだね。その話ついこないだもしなかったか。そう？忘れたふりしてまた俺をからかう気だったんだろ。だいたいお前がガキの頃に俺のを奪って食べたほど好きなものくらいちゃんと覚えてるよ。ごめん、怒ってる？まあいいよ。俺が月子にからかわれるのはいつものことだもんな。ありがとう、コウ。なんか露骨に態度違わなくないか？そんなことないよ。私はコウが来てくれたらいつも嬉しいよ。まあいいや、一房ずつにちぎってやろうか。あ、ごめん、今はいいの。どうした？今日の検査結果が良くなくて。そっか、すまねえ。もっと考えて買ってくるべきだったな、俺。いいよ、見てるだけでも嬉しいから。そこのテーブルに置いておいてね。ごめんよ、俺なんか考えが足りねえな。本当に気にしないでよ、こう。検査結果出たのは今日なんだし。それよりさ、さっき言いづらそうにしてたことについてお姉さん聞きたいな。ん？言いづらそうにしてたことってなんだよ。前々から時々話に出る結城さよちゃん。こうってばその子の話題になるとすぐお話切り上げるんだもん。今日は聞かせてほしいな。ちょっと待て、そりゃどういう意味だ？そりゃこうがさ、全然まともに話をしてくれないもの気になるじゃない。こうってば縁があったらそこの池のゲンゴロウの話でも延々何時間でも話し続けるのに、その子のことになると口ごもったり話を切ったりするんだもの。これはお姉さん思ったわ。彼女だわ、彼女に違いないわって。早とちりすんな。コウにもようやく彼女ができたのね。コウ奥手だからいつも心配してたのよ。人の話を聞け。よかったわよね、コウ。大事にしてあげなきゃダメよ。いい？